突然ですが、チョロアル工房さん製作販売ステアリングリモコン移設ブラケット取り付け参考説明書的な動画となります。あくまでも参考程度、これを見たらちょっとは参考になるかなっていう動画になっています。ということで、前回ステアリングブラケットの純正スイッチを取り外してブラケット組み立てまでやったので、今回も自己責任参考動画となります。ということで、ダイジェスト版でこれステアリング交換、純正のステアリングを取り外すのを超早送りでダイジェストで送っています。純正のステアリングを外してエアバッグの配線キャンセラーをつけます。そしてバッテリーを戻したりなんたらしてステアリングのボスの取り付けまで、こんな感じでだいぶ前ですがやってましたが、チャンネル登録よろしく。そしてステアリングアジャストスペーサー、私の場合はつけたので、その場合の純正ステアリングリモコンブラケット取り付けの動画となります。ということで、今回もバッテリーを外して作業をかかりたいと思います。チャンネル登録よろしく。ということで、これ前回と同じですが、純正スイッチの取り外しから組み立ての手順、ちょっと早送りでダイジェスト版。1番エアバッグをこのように3箇所、爪をマイナスドライバーで押して外します。そしてこれステアリングの裏の樹脂パネルの取り外し、爪が4つこのように引っかかっていますので、1箇所2箇所3箇所4箇所ですね。こちらグイッとめくる感じですね。これ前パネルを外してこんな感じで外れるよって見せています。この爪が4つ引っかかってますよ。そして下はなんか真ん中棒がくっついてましたけど、こんな感じですね。シミュレーションやってみました。そしたらこの配線がこの裏のパネルに引っかかってますんでね、引きちぎらないようにこれを取ります。そしたら裏の蓋が取れましたっていうことですね。こんな感じです。そして表のカバーはこのようにビス2本で止まっていますんで、それは取れないわって感じですね。そしてこの前のカバーはまっすぐ引っこ抜く感じで取れます。そしたらスイッチがくっついてきますんで、裏にビス3本で止まっていますんで、これを緩めてようやく純正のスイッチがこのように取ることができます。純正のステアリングは保管する方はこのように元に戻して、エアバッグも元に戻して保管しましょう。それではブラケットに純正のステアリングスイッチをつけていきます。取り付けは簡単です。付属の3本のビス、ナット3つを使用して取り付けします。長さの違うビスが3本、そしてナットが入ってますので、高茶調整もできるようになっています。水平になるようにナットでアジャストして調整をして固定をするだけですね。純正スイッチの穴、ちょっとビス入れにくいんですが、グリグリとタッピングビスとかでグリグリしたら入りやすいですよ。ということで、取り付けダイジェスト版早送りでお送りしました。ワクワクワクレッシングということで、今回の本題、純正リモコンの移設ブラケット本体取り付けしていきたいと思います。まずステアリングのこの真ん中のナットを緩めます。そしてステアリングとボスを分離します。 M5 のビスを緩めてこのように外します。アジャストスペーサー遠目に渡しつけてるんで、これもバラすことにしました。今回は中がよくわかるようにすべてバラしてつけています。もしかしたらこのままでも配線頑張ったら中通してボスをちょっと前にしたらいけるかもしれませんが、今回は分かりやすいように全部バラすことにしました。このような感じですね。配線をブラケットからスペーサー、このように
配線を通して中の穴やるカプラーの配線をクイッとボスカバーとボス本体の間をこうカプラーを通す感じ、リモコンコンコネクタを通す感じですね。だいたい見てわかりますよね、こんな感じです。そしてこの状態でうまいこと組み立てていく感じですね。とりあえずカプラーを挿してみたいと思います。ここですね、ステアリング歪みそうですが気にしないでやっていますよ。気になる方はとりあえず私は仮組みしましたが、歪むのが嫌でしたらちゃんと印をしてやりましょうね。ということでこうですね、ちょっとイメージしながらやってますけど、ボスをまずセットします。配線を挟まないように気をつけて。大丈夫ですね、エアバッグの配線も巻いた状態になっています。そしてアジャストスペーサーを取り付けていきます。まあ、ちょっといろいろ悩んだんですけど、このアジャストスペーサーの下に入れたらもしかしたら配線も綺麗にいけたのかもしれないですが、私は今回はアジャストスペーサーの上につけることにしています。このやり方が正しいかどうかは分かりません。とりあえず参考程度にご覧ください。こんな感じですね、角度的には。そしてステアリングと一緒に挟むんです。これ配線ここに挟んじゃうんで、アジャストスペーサーがある場合ここちょっと飛び出してるんで、私の場合この出っ張りに配線が挟むんで、またここは削って加工しようかなって思います。まあそのままでもいけそうですが、ちょっとビスが短い M5 の 20mm のビスをまたここに付け替えたいとは思います。とりあえず今回はこの状態で仕上げています。2点ほど調整が必要ですね。まず配線をアジャストスペーサーに挟んでしまっているんで、これはちょっとアジャストスペーサーをピュッと削ったらいいかなって思ってます。そしてビスの方はスイッチブラケットの厚み分、現在は 12mm の M5 のビスがナルディはついています。サラビスがついているので 20mm のやつ購入しましたんで、それも手直しというか交換してやりたいと思います。ということで説明している間にステアリングのビスも固定ができて、ホーンの方も復旧できましたので、こんな感じですね。ホーンはこんな感じですね。プラスを挿して本体がマイナスになっているっていうことなんですね。カポッてはめます。それではステアリングちょっと傾きが気になったんで確認をしています。印をせずに適当に取り付けたんで、ちょっと歪んでるかなって思ってやってますよ。乗った感じ歪んでましたね。予想通りでした。ステアリング1メモリずれている感じでした。気にしないでください。真ん中開けてやり直せば済む話です。ホーンのテストもやっときました。なりましたね。そしてステアリングはこのようにまっすぐしたらうんちょこちょこちょこピーしてましたよ。やっぱりずれました。ということでホーンを外してステアリング緩めるというかちょっと引っ張って外しますね。そしてこれこの斜めになってるんで、ゆっくりですね、右に回して入るとこがあるんでね、カポって急に入るとこがあります。こうですね、もうこれ間違いないです。これでね、またビスが短くなる、さっきも言いましたけどビスの長さ、長いのをまた入れ替えたいと思います。そして配線挟んでるところがあるんで、
アジャストスペーサーのこれ山になったところですね。そこに配線を私の場合は挟んでしまっていますので、そこはちょっとグラインダーかなんかでアジャストスペーサー外して削って、線がうまいこと通るように考えたいなーってまた思っています。参考程度にご覧ください。この付け方が合っているかどうかは分かりません。もしかしたらアジャストスペーサーの下に入れれば何の問題もなかったのかもしれません。気にしないでください。アジャストスペーサーの分厚み 10mm ステアリングとの距離が離れてしまうので、私は今回この場所に取り付けることにしました。遠くなっちゃうんでね、奥行き方向にね。だからこのアジャストスペーサーをつけるとステアリングとその間ちょうどこうくぼみになってるんですね。あ、凸になってるんですね。はい、完成しました。まあ見た感じはすっきりええ感じですね。こんな感じ、アップで横から見るとこんな感じですね。出っ張り具合、横から前から、そして上から見るともこんな感じ。どこまで映すんだっていう感じですね。ええ感じにできた。ええ感じな。純正ステアリングスイッチ移植ブラケット取り付け完成いたしました。ワクワクワックスレーシングということで、取り付け後の操作レビューというか動作テストですね。どうでしょう、リモコン動きますでしょうか。ちゃんと反応してますね。音量の方も変えれますね。トラックも変えれます。大丈夫ですね。親指でやってみました。右手運転しながらこんな感じですね。テレビの方も見ることができました。チャンネルええ感じですね。まあ私の場合は音楽のトラックを変えたりボリューム調整するぐらいですからね。こんな感じですね。ええ感じにできました。本当うまいこと考えたブラケットですね。本当に私はじめこのスイッチなくなるの嫌やなって思ってたんです。スイッチがなくなるの嫌で社外品のステアリング交換しない方たくさんおられると思います。このブラケット私はお気に入りのアイテムです。チョロQさんありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくー。